はい、皆さんこんにちは。ヘナでーす。サガです。エンティブログでーす。こんにちは。私たちのキッチンの中にいるので、今日はまた料理コーナーです。今日はやっとドイツ料理を作りたいと思います。というかケーキじゃなくてちゃんとした料理、ね、今日は簡単に日本のスーパーでも売ってる材料を使ってドイツ料理、ドイツ風料理かな。ドイツ料理じゃないの。ちなみに名前は、今日の料理はシュネッツ und カトフルサラダ。シュネッツはドイツのとんかつ。おー、とんかつね。俺食べたことあるやつだ。うん、そうだ、ある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 。タコは何でも食べたことあるよ。そうだね。カトフルサラダはジャガイモサラダです。とんかつは、まあ、ドイツ風とんかつ、パン粉が違うと思うけど、うん、日本にドイツのパン粉が売ってなくて日本のパン粉で作るしかない。じゃあそれは日本のとんかつじゃない。そういうことです。じゃがいもサラダもちょっと日本のじゃがいもサラダと違います。でちなみにドイツだととんかつとじゃがいもサラダがセットになってて、うん、よく一緒に食べられていることです。キャベツはついてないの？キャベツはない。日本はキャベツマストだよね。カトフザラ、じゃがいもサラダからスタート。じゃがいもサラダはこちらの材料が必要になります。じゃがいも、オニオン、キュウリ、ピックルズ、白いウィネガー、オイル、砂糖、塩、胡椒、コンソメ、コンソメそれだけ。結構簡単なジャガイモサラダです。ドイツには2種類のジャガイモサラダがあって、それが地域によって分かれている。北の方は、まあ、日本と同じようなマヨネーズが使われているジャガイモサラダがほとんどで、私の地域バイエルンの方はマヨネーズじゃなくてお酢とオイルが使われている種類があって、それを今日作りたいと思います。ジャガイモからスタートしたいと思います。まずは洗って茹でる。皮剥かなくていいの？剥かなくていい、後で剥ける。日本はどうかわからないけど、ドイツにこうブラシみたいなやつで洗ってる。日本はどう？ああ、分かんない、やったことないか。俺に聞くのが間違いだよ。洗ったので今から茹でる。じゃがいもが茹でる間にドレッシングを準備します。まずはオニオンを小さく切る。普通のオニオンでもいいけど、私は赤いの方が好きからそれにした。好きだからね。だが足りてないよ。好きだから。あ、目が痛い。もう？うん、弱いな、慣れてないからね。ドレッシングを作るためにコンソメを炒めて、でオニオンを入れて。オニオン多いかもね、一玉だけど。一玉って意外と量多いんだね。ね、ホワイトワインビネガーね。白ワインビネガーなんて普通に売ってんの？イオンで買った気がする。塩と胡椒と砂糖。塩は目分量？目分量。胡椒めっちゃ出てる、大丈夫？大丈夫。砂糖、必殺技目分量だね。このドレッシングを今からボイルさせて、ボイルしてから火を弱めてちょっとだけ煮込む。ちなみにドイツのキュウリは日本と全然違う。これの4倍ぐらいはドイツの1個のキュウリ。なんかめちゃくちゃでかくて、これぐらいのズッキーニじゃないそれ。違うよ、キュウリ、キュウリ。これちょっと小さいから2個使おうかなと思います。タカがスライスしてくれる。ちょうどいいところ、これ細いね。怖い。手を切りそうで怖いから怖い。はい、次はピクルズ。いつも通り切りまんねん。
やれ。起きて飽きてもない、開けて。開けて。開けれません。筋トレして。はい、頑張って。ふぅー。開いた。やったドイツのピクルズです。クナックス。日本人の人ってあんまりピクルス食べる文化あんまないからね。もう横と漬物はピクルスだよ。あ、違う、こういうやつ。これ。このピクルスってあれでしょ、あのマックのチーズバーガーに入ってるやつでしょ。ああ、それ。これをあんまね、家で食べるってこと多分ないと思う。美味しいのに。なんかもうちょっと小さく切ってもよかったかも。10分経ったと思うので、これできたと思う。もうちょっと包丁で柔らかさ見る人初めて見たんだけど。そう？これにオイルを足すのを忘れた。入れたのでちょっと混ぜなきゃ。じゃがもの、じゃがもの。すごいね。じゃがものができたので、じゃがいもね、じゃがいもがここで茹で終わったから、お水を取ってまた冷たい水を入れて。で今からその皮をピールしたいと思います。まだ熱いかもしれないけど、まあ、いける。めっちゃ簡単にピールできるんだね。めっちゃ熱いけど。綺麗にピールができたから今から切りたいと思います。あ、切るんだ、潰さないんだ。うん、大きなサラダボウルとかないからポットの中で全部混ぜようと思います。ちなみにじゃがいもとキュウリの率ちょっと悪くない？キュウリ多すぎない？めっちゃ多い。半分だけを使おう。これがレナ流でしょ。レナ流必殺目分量でしょ。そうそうそう、まあまあいけるんじゃない。はい、ドレッシングを足す。逆にそれも少ないかもしれない。混ぜます、混ぜます、美味しく混ぜます。なんで私の顔を取るの？混ぜてるところを取ればよくない？あ、ピクルスが怒ってる。逃げようとしてるよ。私を食べるな。できたかな？味見。冷たくしたら美味しい。そっか、これを冷やすの？冷蔵庫で。ちょっと冷やさなきゃ。じゃがいもサラダができたので。もうそろそろ食べたいから今からシュネッツルを用意します。シュネッツルを作るためにとんかつと同じような材料が必要になります。豚肉とんかつ用って書いてある。あ、とんかつじゃん。そう、日本のパン粉。とんかつじゃん。そういうこと。ちょっとだけ小麦粉と卵。味付けはちょっとだけでもドイツ。塩コショウとパプリカパウダー。まずは、お肉を準備します。お肉はなんかちょっと水分を取ってサランラップして、そう、本当はこうお肉用のハンマーみたいなやつがあって、うん、それでこう薄く薄ペラペラにできるんだけど、ありません。どうしますか？それでもいいんじゃない？いや、わかんない。試してみる。近所から苦情来る。めっちゃ迷惑。でもできた。両方できたので、これから味付けします。胡椒とパプリカパウダー。パプリカパウダーって何？辛いやつ？の、辛くない。次は小麦粉をこの皿に入れる。卵を疲れる疲れる。で最後の皿にパン粉を入れる。で、まあ、ドイツのパン粉は全然違う。これとこれより細かい。多分とんかつも全く一緒だと思うけど、まずは小麦粉、その次は卵に入れて、で最後はパン粉をつける。とんかつだね。とんかつだね。入れます。
お、優しい音だね。ね。もうちょっと。めっちゃ怖いんですけど。気をつけて、これペチャってなるでしょ。なる。2個でやって。おお、そう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 。おお、めっちゃうまそう。おお、カリカリ。で、ドイツ人みんなか私の家族だけかわからないけど、これ残りをこう全部一個に混ぜて。何すんの？飲むの？違う。焼く。一緒に？は？全部入れるの？それはレナの家族だけだと思うよ。かもしれないね。美味しいの？それ焼いて。残りはどう使ってるか教えて。すごいドロドロになってる。そうだよ。見て。真ん中が焼けてない。3枚目のとんかつみたいになってるよ。そうそう、絶対日本人これやらないよ。これがシュニッツェルってことだね。それじゃねえぞ。シュニッツェルのいろんな食べ方があるけど、まあレモンが一番ツー。おお、美味しそうなシュニッツェルだね。いただきます。いただきます。音がいい。めっちゃサクサクする。うん、うまっ。まあどっちかというととんかつ。とんかつだね。このポテトサラダも美味しい ね意外とさっぱりしてて、ぜひ皆さん一回作ってみた方がいいかもね。まあ、ちなみにシュネッツはなんかいくつかの種類があって、うん、一番有名なのがウィーナーシュネッツ、だからビエナで有名なシュネッツ、うん、豚じゃなくてこう若い牛のステーキで作られている。今作ったのが普通のレナーフォークシュネッツで、ちなみにソースの味付けもいろいろあって、まあ、一番シンプルなのがレモンを絞るだけ、うん、これ食べてみる。出ました。レナの家のシュニッツェルが。パンって感じ。うん、まあまずくはないよ。この動画が終わりにします。ぜひシュニッツェルとカトフェザナを作ってみてください。うん、何か他に作ってほしいなということがあればぜひコメント欄で教えてください。そうだね。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。